ヒルマンハスキーは1954年から1970年までルーツグループのヒルマンブランドで製造されていたエステートである。1954年に導入された最初のヒルマンハスキーは同時期のマーク8ヒルマンミンクスを元にした小型のエステートであった。2ドアのハスキーは 230mm 長いホイールベースを持つ既存のミンクスのエステート版とともに モデルに追加された。ハスキーの後部ドアは上開きのハッチドアの代わりに横開きの一枚ドアであった。新型のマーク8ミンクスのデラックスサルーン、コンバーチブルとカリフォルニアンハードトップは新しいオフ 1390cc エンジンを搭載していたが、ハスキーはミンクス、スペシャルサルーンとエステートと共通のゼニス製。 シングルキャブレター付きの古い 1265cc35HP エンジンを搭載していた。コラムシフトのミンクスと違い、ハスキーの変速レバーはフロアシフトであった。前席は左右独立式であったが後席は搭載量を増やせるように折りたたみ式のベンチシートであり、内装材は人工比較性であった。ヒーターとラジオを両方ともにオプション品でボディーロアを 灰、はい、緑、砂色が選択できた。ハスキーはコマーコブに多少変更を加えたバッジエンジニアリング車であり、基本的には同じ車であったが、コブはパネル版にするために後部側面ガラスを取り去っていた。1958年にモデルチェンジされるまでこの方のハスキーは4万2000台が販売された。15万9、960台が生産された。 ザ・モーター氏が1954年にハスキーをテストし、最高速度時速 105km、0時速 80km の加速に24.3秒、燃料消費率8.46リットル、100km を記録した。テスト車両は税込みで564イギリスポンドであった。1958年に新型のシリーズ i ハスキーが発売された。 全モデルと同じ形式を踏襲していたが、基本は新型のオーダックスまたはシリーズヒルマンミンクスとなっていた。今度のエンジンは新型ミンクスの OHC1390cc エンジンであったが、出力は 51bhp に下げられていた。全モデルと同様に4ドアのミンクスエステートもあったが、ハスキーは2ドアでホイールベースは 200mm 短かった。 しかし、全長は前モデルよりも 51mm 長かった。全モデルと同様にコマーは同じ車のパネルバンバンをコマーコブとして販売した。1960年に4足変速機、多少低くなった屋根、深いガラスと変更された座席を備えたシリーズ2ハスキーが登場した。このエンジンの圧縮比は8、1に上げられ、キャブレターがゼニス30ビグ型に変更された。 1960年にザ・モーター氏で行われたテストでは、ハスキーは最高速度時速1 1 8 1トル、零時速9 7トルの加速に26.9秒、燃料消費率 9.17L、1 0 0トルを記録した。テスト車両は税込みで674、イギリスポンドであった。オーダックス・ヒルマン・ハスキーの最終型のシリーズ3が1963年に、 すべてのミンクスシリーズがフェイスリフトを受けると共に登場した。フェイスリフトはハスキーにも施されたが、サルーンではホイールが15インチから13インチに小型化される一方で、ハスキーでは最低地上高を確保するために従前通りであった。これに加えて同時期のシリーズ V のミンクスは前輪にリスクブレーキを与えられたが、ハスキーは四輪ドラムブレーキのままであった。 ほとんどの市場では 1390cc エンジンが使用され続けたが、米国市場向けには、同時期のシリーズ V のミンクスの 1592cc エンジンが搭載された。1964年からハスキーには、オールシンクロメッシュ変速機が与えられ、クラッチとサスペンションが変更された。シリーズ3の生産は1965年に終了した。 1967年4月にヒルマンインプを元にした新型が登場するまで、ハスキーは生産されない時期があった。この新型ハスキーは、インプと同じ 875ccOHC エンジンを車体後部に搭載しており、インプよりも多少高性能であった。このエンジンは、ボンド875にも使用された。初期の版モデルと同様に、 インプエステートはにドアバンを元にしており、エンジン収納部の上に大きな過失を確保できるように屋根が 100mm、かさ上げされたことで角張った外観となっていた。通常とは異なる平たい屋根は補強リブで、射出の内側は発泡性合成防音材で補強されていた。このハスキーから派生したコマーブランドのパネルバンと比較すると、ハスキーのボディの方は後部窓の開口部に、 余分の補強が施されていた。過失床面の高さから開く上部ヒンジの跳ね上げ式後部扉により身をかがめることなく荷物の積み下ろしが容易に行え、後部側面の引き窓は換気と後部ベンチシートからの視界に役立っていた。後部座席の背もたれは前方へ折りたたむことで表面にゴム製のリブ付きの前後方向へ長い有用な1.4立方メートルの積載スペースを作り出すことができた。 積載重量を増加させるために、ハスキーはヒルマンの車の中で初めてラジアルタイヤを履いた車となった。また、後輪サスペンションが強化されるとともに、後輪のショックアブソーバーとバネも格上げされた。これらの影響でハスキーは、標準仕様のインプよりもスポーティな操縦性を持つこととなり、この背が高い車がほとんどロールもせずに曲折路を曲がる姿は、驚きの目で見られた。 コマーは、再び低圧縮比型エンジンを搭載したハスキーと同じ車の商用車版を1965年から販売した。ルーツの新しいオーナーとなったクライスラーヨーロッパは、製品群に大幅な合理化を実施し、ハスキーは1970年に生産停止となった。ありがとうございます。